こんにちは、くうみと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日はですね、詰め合わせ動画やっていきたいと思います。お休み中の詰め合わせ動画ですね、いろいろ詰め合わせました。何が入っているかというと、3つ入ってます。1つ目、無料プレゼントスカウトですね、プレゼントスカウト。2つ目、称号です。称号結構やってます。はい。3つ目、C ランク以上確定スカウト。ちょっと懐かしいですが、はい、C ランク以上確定スカウト、この3つです。さあ行きましょう、どうぞ。はい、じゃあまず、無料10連やっていきたいと思います。まあ、福袋も来てるんですが、こちらですね、マンスリー感謝祭、もう感謝祭しすぎてもう何回目か分かりませんが、やっていきましょう。1人10連1回限りということで、 S ランクが1人もらえます。行きましょう。あんまり欲張りすぎちゃいけないけど、お、月は来てる、いけないけど、意外とね、お、虹文字だ、意外と2枚くれたりするイメージ、すぐリリースですね。さあどうかな、これは1枚かな、なんかちょくちょくなんかおっと思いつつも、これは1枚かな。演出的には、まあ、1枚演出から2枚くることもあるとは思いますが、さあどうでしょう。これによってさ、この、あ、2枚だ、うわー、やったー、やったー、勝った、ナイスです。カツオさん大好きです、本当に。いやー、去年のシリーズで極みで持ってるんで継承できます、ありがとうございます。ヤクルト枠また潤ってきましたね、バレンティン選手といいね、村上選手といいね。さあ行きましょう。いや、もう1枚もらえるのか。いや、カツオさんマジ好きなんですよね。さあ行きましょう、ラスト10枚目。はい、でででんででんでんでん、木浪選手です。木浪選手も結構引いてるイメージ、まあ、今回はね、ニューついてるんであれですけど、そっか、木浪さんと石川選手、よし、オッケー。いや、2枚ありがたいですね。はい、じゃあ次は、称号やりたいと思います。称号は4人なんですけど、グラシアル選手が同時チャレンジやんなきゃいけない、これ頑張んなきゃいけないところと、バレンティン選手が S チャレンジですね、パワー S90 に乗せたいっていうチャレンジ、この2人が大きくて、あとはちょっとおまけ的な感じで森下選手、何がついても嬉しいですがスピリッツを上げたい、でもう1人サノス選手も一緒ですね。はい、特に A チャレンジとかないけど、なんかいい称号ついたらいいなっていう感じです。ということで、まあ、投手1人なんで投手からやっていきましょうかね。森下選手に、まあ、本はなしでいいでしょう。いきましょう。勝利の使者か強心臓狙いです。スピリッツが上がる称号ですね。さあどうだ、森下選手やっと来てくれた S ランク、圧倒的な請求、まあまあまあいいでしょう、いいでしょう。上がりましたね。そうそう、まあやっぱ圧倒的球威型なんでね、 OK です。さあ次、じゃあ次佐野選手いきますか、気楽なとこからいきましょう。佐野さんも、まあ、いっぱいいるんだけどね、今日は1回だけにしたいと思います。特にそこまで厳選、あの称号厳選というか、絶対死者がっていうタイミングでもないので、はい、このままいきます。まあ、ただ勝利の死者強心臓狙い、まあ、あるいはまあ星が高い称号の方が嬉しいですかね。ただ本なし、極意書なしでやってるんで、贅沢は言っていられないけれども、強打者、はい、 OK です。じわじわとね、ステータス上げていきますね。 OK、 どんどんいきましょうか。どうしようかな、じゃあ先 S チャレンジしますか。バレンティン選手パワーが1でも上がれば S になります。いきましょう。そう、意外といるんだけど、まあ1人でいいかな、はい、1人だけ使いましょう、とりあえずね。いや、これいいでしょう、大丈夫でしょう、大丈夫でしょう。ちょっと本なしでいきましょう。ちょっと極意書は貯めます。一時使いすぎちゃったんでね、極意書は貯める。パワー、よし、パワー自慢きました、うん、ぴったりぴったり。ちょっとさ見ましょう見ましょう、90乗ったじゃん。え、私初かもしれない、記憶にないですね。ほらー、 S かっこいい、やったー、 S 乗りましたね。パワー、 S っていうステータスは私手持ち選手で初だと思う。ナイス、ここまでいい調子ですね。星1だけどちゃんとパワー上げてますからね。ナイスナイス。さあ、そしてグラシアル選手、じゃあいきますか。グラシアル選手はまあ、パワー今のだな、今の狙いでいきましょう。パワー自慢狙い、同じのが来るかねっていうところなんですけど、パワーが1上がる、パワー自慢、ランガンでもいいのかな、ランガン、 あとこれか、飛ばし屋、
はい、パワー自慢ランガン飛ばし屋っていう感じですね。まあ、特に総力は関係ないので、はい、その3つなので、まあなしでいいんですね。ここはね、なしで、極意書なしでいきましょう。今日は極意書を貯める日です。ちょっと今のもう一回ね、バレンティ選手についた称号もう一回お願いしたいところですね。さあ行きましょう。これ同値決まれば大きいよ。このシリーズでの同値は大きい、本当に大きいよ、大きい。おー、でも OK。 ここで来るか、ここで来ましたね。スピリッツが上がる、はい、スピリッツが15上がる、称号なんもない、ナイスなんですけども、同値はねならなかったんで、まあ、今後もちょこちょこチャレンジしていけたらいいかなと思います。ということで、まあ、今日の称号チャレンジはこんな感じ。まあ、とにかく収穫はこちらですね。バレンティン選手のパワーエース、ナイス。はい、まあ、称号はちょこちょここれからもやっていくと思うんで、またね動画でまとめて見ていただければと思います。はい、追加でちょっとどうしても称号を決めなきゃいけない人が出てきました。こちら、ロッテの増田選手、はい、今9位自慢がついていて9位1上がってるんですけど、これ9位 A にしないとちょっとオーダー的に今後きついと。9位 A にすれば増田選手入るので、それでねいろいろ今後できるので、ちょっとここ頑張って決めたいと思います。チャレンジは2回です。でね、そう、9位 A にする、9位2以上上げるにはやっぱ星3星4の称号を狙っていかなきゃいけないので、5冊ちょっと今日は使っちゃいたいと思います。いきましょう。いや、ちょっとねこれね決めたいんです。ここで9位 A で、ま、あの増田選手が入れば先発でもう一人ねシリーズ1入れられるんで、さあどう、鉄腕、あれいいんじゃない、鉄腕ってどうでしたっけ、ごめんなさいあんまり覚えてないんですが、ダメだわ、スタミナが3上がる称号か、だからあんま馴染みがなかったんですね。ちょっともう一回いきましょう。もう一回いきます。ちょっとここは使わ、どうしよう、どうしよう、使おう、使います、行こう、大丈夫、つける、つく、行きましょう。9位2以上上げたい。そう、多分あんまりね称号用にね極意書使いどころってそんなにないので、私のオーダーだと、いや、あったけど違う。いや違うんだよな、これは、いや、そう、いや、ちょっと違うんですよね。まあいいか、はい、死者ありがとうございます。いや、そう、いい称号なんだけどさ、そう、5冊使った甲斐ある称号なんだけど、ちょっと違うんだよな。まあまあ、これちょっとこれで OK にします。いや、ちょっとオーダー的にはなコンボがちょっと落ちちゃうんですけど、まあいいか、はい。さて、これも来てましたね。これも引くか、まあ8、10連しか引けないけど、まあ引いていきましょうか、いきましょう。 C ランク以上確定スカウト。まあ、A もね本当出ないんですよね、これはね、はい、ここまで見てスキップにしようか、はい、スキップ。 D が1枚、はい、まあまあこういうもんなんだよね。まあ、B ランクがね普通に手に入るのもありがたいところではあるんですが、あ、まあ本当ね、私あんまり相性良くないですねこれ。まあ、その数を引いてないっていうのもあるんだけど、あんまり動画で A すらあんまり出せてないのでね、はいはいはい、お、え、来たよ、え、来た。こんなにあっさり出るものかな、めちゃめちゃ久しぶりですよ。あ、前回出たけど、でも A はね本当出ないの。宮西選手ナイス、前ね記録も達成しましたね。はーい、やー、ちょっと記録間違えないようにしないと、はい、あ、はい、 OK、 これでやった、今のとこいい感じですね。 A1 枚、 B4 枚っていう感じの引きです。いよいよどんどんいきましょうか。いや、 A がもう1枚出たんで、ちょっと、まあ、じゃあ次は S っていう風になるのが、ね、あれなのかもしれないですけど、1枚、はい、 B5 枚目ですね。まあ、まあ、これで S はな、私あれの、あの A ランクミキサーでも出したことないんですよね、 S ね、あんまりやってないっていうのもあるんですけど、だからそういうとこ、こう本当に出るのかなっていう、都市伝説系はねあんまり縁がないというか、次1枚、2枚、はい、B が7枚ですね。まあいい調子じゃないかな。でも A がねこんなに序盤に出ると思わなかったのでね、まあまあありがたいことではあるんですが、めちゃくちゃ気楽に引けている。さあどう、さあどう、まあ、B ランクね、ありがたいですね。ガチャ引かなくなってから B がね、特訓素材がね本当に足りなくなってきちゃってるんで、はい、 B8 枚目、
ありがたい、こういうところ地味に稼げるのはありがたい。どこまで引こうかな、まあまあまあ80連は引こうかなっていう感じですね。4000残しててまあいいかな。デイリーミッションとかで来るとねちょっときつくなっちゃうんで、はい、この後また、まあ、スピーポイント、なんだっけ、スカウトポイントカツカツかなっていう感じですが、はい、3枚来ましたね。でリーグ11枚、いい調子じゃない、まあまあいいんじゃない。オール C ないもんね。あ、これ言うと来るんだよな。はい、あと2回です、行きましょう。オール C のおろね、演出なしが、よし来てる来てる、演出ある、演出なしがね寂しすぎるよね。まあさすがにここで虹文字とかだから、あれれれれれれ、はいはい、いいですね。はい、2枚、これで13枚かな。ナイスナイス。そしてじゃあラスト行きましょう。嫌な予感、嫌な予感しない、大丈夫大丈夫大丈夫、あ、しないしないしない。お、今回オール C なし、まあ、8回しか引いてないけども、全部 B ランクがちゃんと来ている。あ、最後だから演出見ればよかったけど、普通に1枚、はい、まあまあ普通な引きでしたね。はい、何枚だ、14枚、80連引いて B14 枚かな、はい、と A1 枚なんで、まあまあまあぼちぼち、いや A で出た時点 B はまあぼちぼち、 A はもうナイスっていう感じでしたね。お得な素材ありがたいんで、育成コツコツ頑張りたいと思います。またねガチャもね引いてるとこ見せたいんで、頑張ってエナジー貯めます。はい、ということで今回は以上です。バイバーイ、ご視聴ありがとうございました。おつくみ、さよなら。